さくら市議会議員の高木大輔です。今日も会社の産業振興号とともに、さくら市のためにしっかりと働いてまいります。さくら市議会議員の高木大輔です。本日は2月議会取り組むゆる付き自動販売機についてということで、ユーカリが丘に約100台設置されている自販機を見ました。このように、寄付のボタンがあるというのと、緊急時に、ランでつなぐったように、表示が出るような仕組みになっています。災害といろんな部分にですね、自販機というのはこれから活用できると思いますので、これをどんどん桜市にもつなげて目的に議会で取り組みたいと思います。以上です。実際今志津公民館に設置されている自販機なんですけど、このように今電光掲示板がありますけども、契約の中にその他に AED ですとか寄付機能なんかもつけるように取り組んでいきたいと思います。以上です。